Cicito, koto sereno minani iute. Amen. Shuiis Kristo no mengumi kamino ai sereno majiwarenya minasang totomoni. Mata anata totomoni. Kyo no mikotoba no saigyu no iko wa Yuhane pianne sida no borusano pyoki kaifuku no tameni sasagimasu. Minasang mikotoba no saigyu okonawa maeni 私たちの罪を認め、許しを願いましょう。全能の神と、兄弟姉妹の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠れによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために、神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。主よ、慈しみを。祈りますよ。すべての全能の源である神よ、私たちの祈りに耳を傾けてください。あなたの息吹を受けて、私たちがキリストの教えに心を開き、愛の実践に励むことができますように。聖霊による一のうちに、あなたと共に神であり、ゆうよとこしえに息を収められる御子、私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。創世記
主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので、恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた木から食べたのか。アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前は、あらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り、塵を食らう。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。神の御言葉、神に感謝。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。神よ、深い淵からあなたに叫び、嘆き祈る私の声を聞いてください。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。あなたが悪に目を留められるなら、誰が御前に立てよう。しかしあなたの許しのために、人はあなたを恐れと飛ぶ。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。神は私の希望、心の望み。私は御言葉を待ち望む。夜明けを待ちわめる人にも増して、私の心は主を待ち望む。主は豊かな贖いに満ち、慈しみ深い。コリントの信徒への手紙2。私は信じた、それで私は語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ語ってもいます。主イエスを復活させた神が、イエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。すべてこれらのことはあなた方のためであり、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を期すようになるためです。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い患難は、比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。私たちの地上の住処である幕屋が滅びても、神によって建物が備えられていることを
私たちは知っています。人の手で作られたものではない、天にある永遠の住処です。神の御言葉、神に感謝。アレルヤ、アレルヤ。今この世の頭が追い出される。私が地上から上げられるとき、すべての人を私のもとに引き寄せる。ハレルヤ、ハレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に、マルコによる福音、主に栄光。イエスが家に帰られると、群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また、悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えば、その国は成り立たない。家が内輪で争えば、その家は成り立たない。同じように、サタンが内輪もめして争えば、立ち行かず、滅びてしまう。また、まず強い人を縛り上げなければ、誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。はっきり言っておく。人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も、すべて許される。しかし、聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。イエスの母と兄弟たちが来て、外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられます、と知らされると、イエスは、私の母、私の兄弟とは誰かと答え、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、私の兄弟、姉妹、また母なのだ。主の御言葉、キリストに賛美。と共に弱さを生き抜くことが今日の天礼のテーマとなっています。裸は聖書の中で弱さを意味するということです。戦争たちは裸を弱く恥ずかしいと考え隠します。アダムには、神はどこにいるのかと呼びかけられます。そういった人間に呼びかける神の声が心に響いていませんか。人が神に救いを求めるとき、真に強いものに変えられます。今日の当初詩編にあるように、神よ、深い淵からあなたに叫び、嘆き祈る私の声を聞いてくださいと祈ります。この詩編は罪からの改心を表し、罪の
資格の中で神に希望を持って祈る詩編として祈られてきました。使徒パウロは自分の弱さを強く感じ、神に頼ることこそ最大の力であるとの確信に至ります。日々新たにされていたパウロは、神に作られた弱さ、神の前の弱さを知り、イエスによって強いものに変えられました。悪霊を追放できるほどに強い人が、十字架上で弱さを生き抜きました。イエスを使わせて、すべての悪に勝る力を示してくださった神に、信頼して歩むことができるように、互いに祈りましょう。アーメン。共同祈願。希望の源である神に信頼して祈りましょう。聖霊の導きに信頼し、キリストに習う力を私たちにお与えください。互いに愛し合う神の家族として成長していきますように。神の言葉は私たちの命の支え。保身のために人を利用しがちな家の中で一人一人が神の眼差しを心に感じ、助け合うことの大切さを悟ることができますように。神の言葉は私たちの命の支え。自然災害に見舞われ、困難にある人々に必要な援助が与えられるよう導いてください。神への信頼と祈りのうちに支え合っていきますように。神の言葉は私たちの命の支え。自分の願いを伝えましょう。神の言葉は私たちの命の支え。シダ・ノボルさんのご病気の回復のため、またご家族の神の恵み与えられますように。神の言葉は私たちの命の支え。全能の神よ、御子クリストは聖霊に満ち、力ある噂によって神の国の訪れを示されました。私たちも主に従う生き方を通してあなたの御心を明かしすることができますように。私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。皆が聖の祭
Kitsuku simi fukai sisi yo, subete no aku kara watashi tachi yo sukui. Sekai ni heiwa o watai kudasai. Anata no awaremi ni sasae rarete, sumi kara kaifuu sare. Subete no konnan ni otsukatsu koto ga dekimasu youni. Watashi tachi no kibou sukui no si Yesu Kristo ga korareru no machi nozonde imasu. Kuni to tsukara to eiko wa eien ni anata no mono. 主イエスキリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、ゆよとこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。祈りますよ。神よ、救いの遺跡の力によって私たちを悪意の傾きから解放し、正しい行いに導いてください。私たちの主イエスキリストによって。アメン。皆さん一人一人、この日曜日の御言葉の祭儀に共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が、皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。御言葉の詐欺終わります。行きましょう。主の岩のうちに。神に感謝。